蔡英林は朝鮮民主主義人民共和国の政治家。最高人民会議常任委員会名誉副委員長。内閣総理や朝鮮労働党中央委員会、政治局常務委員を務めた。蔡英林と表記されることもある。蔡義姫は長女。日本統治時代に環境北道で生まれる。朝鮮民主主義人民共和国建国後。 朝鮮戦争が始まった1950年7月、朝鮮人民軍に入隊。戦後、万元大革命学院、近日清総合大学を卒業し、モスクワ大学へ留学して、同大学も卒業した。1956年、朝鮮労働党組織指導部の責任指導員として、政治的キャリアを歩み始める。1970年以降は、 党中央委員会の課長、副部長、第一副部長、部長職を歴任。1980年には、金州参議児童秘書室責任秘書となり、同年10月の第6回党大会で、党政治局員候補に選出される。1990年5月の最高人民会議第9期、第1回会議で、遠京目内閣の政務員副総理権国家、 計画委員会委員長に選出。1992年12月、第2次、強制残内閣が発足すると、政務委員副総理に再任され、金属工業部長を兼務した。1998年9月に発足した、厚生南内閣では、中央検察署長に任命された。2005年に最高人民会議、常任委員会書記長、2009年7月には、 四安市党委員会の責任書記に就任。2010年6月7日、最高人民会議第12期第3回会議で、内閣総理に選出。同年9月28日に開催された第3回党、代表者会議及び、中央委員会総会で政治局常務委員に、選出された。2013年4月1日に、内閣総理を退任し、最高人民会議常任委員会名誉。 副委員長となった。同月8日の中央委員会政治局会議で政治局常務委員を退任した。2019年3月に行われた最高人民会議第14期大議員選挙では推薦者リストに名前がないことが確認されている。ありがとうございます。